沢木隆の百海図館より、濡れ女、鳥山赤縁、ガト百鬼夜行より、樹女鳥取県境港市、水木茂ロードに設置されている濡れ女のブロンズ像。樹女は日本の妖怪の一つで、濡れ嫁女の名でも知られる海の怪異。多くは人間を食うと伝えられるが、形状も性質も一様ではない。九州の妖怪。 磯女に近いもので、磯女同様に海や川に現れるという。名称は、常に髪が濡れているという伝承に由来する。海蛇の化身とする説もある。江戸時代の、百海図館、ガト百鬼夜行などで蛇体の女の妖怪として、多くの妖怪画が残されていることから、当時はよく知られた妖怪だったと考えられているが、蛇体としての樹女,女の話は、当時の古典資料では確認されていない。 しかし、昭和初期の民族学者、藤沢森彦の著書、妖怪が断然衆日本編上によれば、参考とされた一時出典の名は挙げられていないものの、江戸時代の文久2年の話として以下のように記述されている。越後国と合図の境のとある川西に若者たちが木材を得るために何層かの船で出かけたところ、一艘が彼方へ流されてしまった。 流れた船の者たちが、髪を洗っている一人の女を見つけ、不思議に思っていたが、やがて悲鳴を上げて、必死に船をこぎ出した。ようやく仲間の船と合流し、仲間が大蛇でも見たか、と尋ねると、流された方の者たちは、もっと恐ろしいものだ。呪女だ。と答えた。仲間は話を信じず、その者たちの静止を聞かずに、女のいたという場所へ向かった。 流された者たちは恐怖のあまり引き返したが、ジュオンナの方へ向かった仲間たちの下からは恐ろしい叫び声が何度も聞こえた。ジュオンナの尻尾は山頂先まで届くので、見つかったら最後、決して逃げることはできないのだと言われ、その仲間たちもついに戻ってくることはなかったという。この話においては、ジュオンナの姿は直接描写されていないものの、尻尾が山頂先まで届くということから、 蛇体の姿と考えられている。同様の話は、山田のりおの著書、東北会談の旅や、文学博士、笹間義彦の著書、図説、日本未確認生物辞典にも見えるが、共に一時出典となる資料の名は挙げられていない。島根県岩見地方でいう、濡れ女は、牛木に使われる水溶で、海辺に現れ、抱いている赤子を人に渡して、海に入ると、牛木が現れる。 頼まれた人間は、赤子を投げ捨てて、逃げようとするが、赤子が重い石になって離れない。そのため、牛気に食い殺されてしまうと伝えられる。従って、赤子を抱かされた時は手袋をはめて抱き、逃げる時は手袋ごと赤子を投げ出すものだという。また、ジュオンナは、牛貴の化身との説もあり、島根の大田市の伝承では、ジュオンナに赤子を預けられた男が、牛貴に襲われ、 どうにか逃げ切ったところ、牛木が言った、残念だ、残念だとの声が、ジュオンナと同じ声であったという。ガト百鬼夜行や、百海図館などの古典の妖怪画でのジュオンナは、人面蛇体であり、水の女性的混沌原理の頭像は一般に蛇をモチーフとするが、いくつかの説話に登場する、ジュオンナは、赤子を人に抱かせる産ぶめとして現れることもある。どちらも、穢れや、 混沌の表彰である赤子を手渡して人間に死をもたらすようである。ありがとうございます。